トニー・ゴンザレスは、カリフォルニア州トーランス出身の元、プロアメリカンフットボール選手。NFL のカンザスシティチーフスなどで活躍した。プロボールに14回選出されているリーグを代表するタイトエンドであった。レシービングタイトエンドの第一人者であり、タイトエンドとしては、初のキャリア15000ヤードレシーブを達成。 通算1325レシーブ、15127ヤード、111、タッチダウンはいずれもタイトエンドの NFL 記録。シングルマザーである母親の手で育った。ハンティントンビーチ高校では、アメリカンフットボール、バスケットボール、野球をしていた。高校3年時に62回のパスキャッチ、945ヤード、13、タッチダウンの成績を残し、タイトエンド。 ラインバッカーとして、オールアメリカンに選ばれた。またバスケットボールでは、平均26得点を挙げて、オレンジ軍及びサンセットリーグの MVP に選ばれた。高校3年の時には、オレンジ軍の年間最優秀高校生アスリートの、ザオ、タイガーウッズと分け合った。その後カリフォルニア大学バークレー校に進学し、アメリカンフットボールとバスケットボールを行った。 アメリカンフットボールチームの当時のヘッドコーチは、スティーブ・マリウッチであった。大学3年時に92パスキャッチ、982ヤード、23タッチダウンという NCWA ディビジョン I のタイトエンドとしては、史上最高レベルの成績を残して、PAC10 よびオールアメリカンに選ばれている。バスケットボールでは、 大学3年時に28試合に出場し、1試合平均で6.8得点、5.4リバウンドの成績を残し、NCWA トーナメントのベスト16に入る、チームの活躍に貢献した。彼は4年時に進級せずに NFL ドラフトに、アーリーエントリーすることを決断した。 2008年のミニキャンプ時のゴンザレス1997年の NFL ドラフトで彼はその年のタイトエンドとして逸材であると認識されておりトップ15までには指名されることが予想されていた彼を獲得しようとしていたカンザスシティチーフスはドラフトで18番目の指名権しか持っていなかったためヒューストンをいらズとの トレードによって全体13番目の指名権を獲得し彼を指名し獲得した。1年目の1997年は33回のキャッチでにタッチダウンを挙げるとともにスペシャルチームとして出場した際にパントブロックを決めた。この年チームは AFC ベストの成績を挙げた。1998年には59回のキャッチで621ヤードを 獲得2タッチダウン。1999年には76回のキャッチで849ヤードを獲得。自己ベストの11タッチダウンを上げて初のプロボールに選ばれた。2000年から2006年までの間、彼は平均79回のキャッチで968ヤードを獲得6.5タッチダウンを上げて毎年プロボールにも選出された。 特に2004年には、タイトエンドとしての NFL 記録となる102回の、キャッチで1258ヤードを獲得し7タッチダウンを上げた。2006年には、オーティス・テイラーが持っていた、レシーブヤード、TD レシーブのチーフス記録を塗り替え、プリースト・ホームズが持っていた、スクリメージラインからの獲得ヤード記録を更新した。2007年も低迷した。 チーフスのオフェンスの中で唯一輝きを見せて、タイトエンドとしてのレシーブ獲得ヤードで、シャノン・シャープを抜いて、オジー・ニュー・サムに次ぐ、歴代2位となった。12月23日の試合で、自身3回目となるシーズン1000ヤード以上獲得を、達成、ケレン・ウィンスロー、トッド・クリス・テンセン、シャノン・シャープに並ぶ NFL 大記録を、達成、12月30日の試合で、 シャノン・シャープが持つタイトエンドとしての通算レシーブ回数記録を更新した。2008年にはチームの q b として3人が先発するような事態となったが、第4週にはシャノン・シャープの持っていたタイトエンドとしての通算レシーブヤード記録を塗り替える1064ヤードの記録を達成。この年も96回のキャッチで1058ヤードを 獲得し10回目のプロボールに選ばれた。シーズン中の10月にキャリア残り少なくなった自分をスーパーボールを狙えるチームにトレードするようチームに訴えた。2009年にドラフト二巡指名権とのトレードでアトランタファルコンズに移籍した。マイアミドルフィンズ戦ではマットライアンからのパスを受けて NFL 史上21人目となる1万1000ヤードを達成した。 2010年9月12日の開幕戦で史上7人目、手としては NFL 初の1000レシーブを達成した。この年は656ヤードに終わり、1998年以来の低成績で終えた。ディビジョナルプレイオフでチームがグリーンベイパッカーズに21から48で敗れた、後引退の可能性を示唆する発言を行った。 その後現役続行を表明していたが、4月に、労使交渉が不調に終わって、シーズンが開催されない場合は引退することを再度、示唆した。2011年10月23日の、デトロイトライオンズ戦で、レシーブ回数を、通算1104回に伸ばし、ジェリーライスに次ぐ、NFL 歴代2位となった。2011年シーズンにはこれまで、ピート・メッツェラーズが持っていた。 タイトエンドとしての NFL 最多出場試合数を更新した。シーズン終了後の2012年1月1日、1年700万ドルで契約を結んだ。2012年、カンザスシティチーフスとの開幕戦で、チーフス対談以来初めて、アローヘッドスタジアムで、プレー、TD を上げた後のセレブレーションで、ゴールポストにダンクシュートをしている。 第10週のニューオーリンズ・セインツ戦でタイトエンドとしては初の 100TD レシーブを達成した。2013年1月13日のシアトル・シーホークス戦では残り31秒で27から28と逆転されたところからの攻撃で19ヤードのパスをキャッチ・マット・ブライアントの49ヤードの FG につなげ自身初のプレーオフ勝利を味わったが サンフランシスコフォーティナイナーズとの NFC チャンピオンシップゲームでチームは敗れてスーパーボール出場はならなかった。2013年シーズン終了後に現役を引退した。多彩なルートランニングによるレシーブ能力に加えてブロッカーとしても活躍。2001年にニュースレポーターのローレン・サンチェスとの間に息子を設けた。また2007年に 別の女性と結婚し娘が一人いる。2008年アメリカ合衆国大統領選挙ではバラク・オバマを支持した。彼によるとこれが初めての政治活動であるという。ありがとうございます。